メルセデス・ベンツ V クラス。メルセデス・ベンツ V クラス。メルセデス・ベンツ V クラスは、ドイツの自動車メーカーであるダイムラーが、メルセデス・ベンツブランドで展開するミニバン型の乗用車である。メルセデス・ベンツのラインナップの中では、唯一の1ボックスタイプのミニバンである。3列シートを備え、乗車定員は6名、または7名である。 同様の多人数乗車可能可能モデルとしては他に R クラスや GLS クラスがあるが、それらとはコンセプトが全く異なっている。基本は2輪駆動、FF または FR だが、オプションで4輪駆動も選べる。日本仕様には未設定。口述のように商用車タイプ、微等も存在し、ヨーロッパなどでは警察用車両、救急車などにも広く使われている。 初代 V クラスはメルセデスベンツが欧州などで発売している商用車、ビット、ビートの常用バージョンである。日本では1998年に V230 が販売開始され、1999年に V280 が追加された。V280 は2002年に生産中止となり、末期は V230 のみが販売された。 V クラスのドライブトレインは、微刀と同様に横置きエンジン、トランスアクスル配置の FF となっていた。エンジンは、自社製の直列4気筒エンジンが主力で、乗用車のユーザーからのモアパワーの要求に応え、上級グレードの V282 は V 型6気筒を追加した。C クラスでは1997年から自社製、V 型エンジンの採用が始まっていたが、元来時期4。 横置きを想定していたエンジンベイには V バンクの広いエンジンは風向きで横置き搭載への対応とクラッシャブルゾーンの確保のため前後寸法エンジン幅の小さいフォルクスワーン製の2.8リットル強角 V 型6気筒エンジンを採用している二代目は V クラスではなく新車種のビアノビアーノとして2003年から販売された日本に導入されたのは 3.2アンビエンテ、3.2アンビエンテロング、3.2トレンドの3モデル。エンジンは3.2リットル V 型6気筒に統一され、駆動方式は初代と異なり、自社製乗用車のコンポーネントが活用できる縦置きエンジンの FR とった。トレンドよりアンビエンテの方が装備が充実している。アンビエンテロングはアンビエンテと ホイールベースは同じだが、ボディの後方加失を約25センチメートル延長したもの。ラゲッジは広くなったが、3列目シートは最後部まで下げられない。2006年11月のマイナーチェンジで、それまでの名称であったビアノから、以前の名称である V クラスに戻った。トレンド、アンビエンテ、アンビエンテロングの3モデルによる展開に変わりはなく、位置づけも変わらない。 エンジンは、モデルチェンジ前の M クラス、W163 に搭載されていた旧型の、7リットル V 型6気筒である。日本での価格は430万円から599万円となっていた。また、アメリカでは販売されておらず、これは、メルセデスベンツとして珍しい車種でもある。7人乗り3列シート、イ座シート、電動デュアルスライディングドアなど、 装備を充実させている。2007年11月に一部改良が行われており、エンジンが3.5リットル V 型6、気筒 DOHC へ変更され、出力も 27PES 向上した。2011年1月にマイナーチェンジ、フェイスリフトを実施、ヘッドランプフロントバンパーリアコンビネーションランプのデザイン変更が行われたほか、インテリアでもシートデザインや、 ステアリングホイールが変更されたほか、サスペンションも大幅な改良を行い、快適性や操作安定性が向上された。同年11月には、自動車、誕生125周年を記念した特別使用車、V350 アバンディアルドエドタイオン125を発売、50台限定販売。V350 アンビエンテをベースに、クロームストリップ付けバンパー一体型フロントスポイラー。 19インチ16、スポークアルミホイールワイドタイヤ、スポーツサスペンションなどを装備することで、スポーティで精悍な印象としたほ、内装は3列目を左右独立シートとしたロック座独立シートとし、専用レザーダイナミカと、ブラックウォールナット調のインテリアドリムを組み合わせ、上質で快適な空間とした。装備面では、デュアルガラス、スライディングルーフ、挟み込み防止機能付、 HDD ナビゲーションシステム、ユーティリティパッケージを装備した。2013年11月に特別使用車 V350 ブラックエディションを発売、170台限定販売。V350 トレンドをベースに人気の高い装備をパッケージ化したセットオプションであるバイキセロンパッケージとラグジュアリーパッケージを標準装備したほか ETC 車載機と 専用18インチ10スポークアルミホイールワイドタイヤも装備。充実装備ながらベースモデルよりも50万円高に抑えた。ボディカラーはグレード名に合わせ特別設定色のオブシディアンブラックを設定した。2014年7月に特別使用者 V350 グランドエディションを発売30台限定販売。V350 アンビエンテをベースに クロームストリップ付き一体型フロントスポイラーや、ハイグロスクロームドアミラカバー、専用サイドエンブレムを装備することで、通常の設定にはないアバンギャルド仕様に仕立て、ハイグロスブラック19インチ後、ツインスポークアルミホイールワイドタイヤ、ブラックペイントフロントグリル、テールゲートクロームトリム、サイドスカートも装備することで、スタイリッシュで精悍な印象を高めた。 内装では3列目を左右独立シートとした6座独立シート仕様に、インテリアドリムをサテン仕上げはオールナットウッド調に、それぞれ変更することで質感を向上。装備面では、デュアルガラス、スライディングルーフ、挟み込み防止機能フ、HDD ナビゲーションシステムリアビューカメラ、ユーティリティパッケージを特別装備した。ボディカラーは、V クラスで初となる白系の、 ロッククリスタルホワイトを設定した。2014年1月に発表された。エンジンは2.1リットル直列4、気筒ディーゼルターボのみで 136PS、163PS、190PS の3種類の出力から選択できる。2015年10月10日に日本使用者もフルモデルチェンジを発表し、同日より注文受付を開始した。 販売は2016年1月からとなる。日本使用者も全社ディーゼルターボのみの設定となったが、ポスト新長期規制、平成22年排出ガス規制に適合するために、日本使用車専用に開発した2.2リットル直列、4気筒ブルーテックエンジンの651型を採用した。また、トランスミッションは7速に多段化した AT-7D。AT トラーノックプラスを採用したことで、2台目に比べて燃費性能を向上させた。外観は、アローシェイプのボンネットが、スリーポインテッドスターを中央に配した、ラジエターグリルと連なるフロントマスクを形成したほか、一部グレードを、除く前者はヘッドライトを LED 化し、走行状況や天候により、配光モードを自動切り替えする LED インテリジェントライトシステムを採用。 シートは2列目が独立シート、3列目がベンチシートとなり、それぞれを着脱式としたことで、2列目の向きを後ろにして対面式にしたり、後席を2列目の独立シートのみにして、ショーファードリブン仕様にしたり、2列目、3列目をすべて外して荷物を積載するなどアレンジが可能で、安全性も両立するため、2列目、3列目のシートは、 各席に装備した三点式、シートベルトと一体化した。最新鋭の装備も導入され、複数の安全装備で構成された、レーダーセーフティパッケージを設定したほか、駐車や車庫入れを支援する装備として、360度カメラシステム、アクティブパーキングシストパークトロニックを全車に、標準装備。さらに、各種機能や車両設定をタッチパッドで操作する。 コマンドシステムも装備した。また、日本向けに純正アクセサリーも開発し、リアエンターテイメントシステム、室内の頭上に吹くなどの軽い小物類を収納することができる、オーバーヘッドスペースネット、シートレールに装着する、ロードバイク運搬用の車内用、バイシクルホルダー、リアゲートに装着して使用するターフカーテンセット、テールゲートテントなどが用意される。 グレード体系は刷新され、全長 4905mm の標準ボディ仕様は、装備内容を厳選した廉価仕様の V220D トレンド、受注生産と標準仕様の V220D の2グレードに、全長 5150mm のロングボディ仕様は、V220D アバンギャルドロングとなり、新たに、全長 5380mm のエクストラロングボディ仕様、 V220D アバンギャルドエクストラロングが追加され、4グレードとなった。日本での価格は、標準価格で550万円、税込みから819万円、税込み。2016年6月1日に一部改良。尿素水溶液、アドブルー、アドブルータンクの容量を、従来の11.5リットルから2倍以上となる25リットルに、 大型化したことで補充サイクルを伸ばし、約2万 km まで継続走行ができるようになった。合わせて、既存の V220D アバンギャルドロングをベースに、AMG デザインエクステリア、フロントスポイラー、リアバンパー、リアルウーフスポイラー、専用19インチ AMG7、ツインスポークアルミホイール、カーボン調、インテリアトリム、ステンレスアクセルブレーキペダル、 ラバースタッド付けを装備するとともに、パノラミックスライディングルーフ、挟み込み防止機構付けと、レーダーセーフティパッケージも、標準装備したシングレード、V220D スポーツロングを追加設定した。2017年7月5日に、シングレードとして、V220D スポーツを追加、発表当日より、注文受付開始、廃車は同年9月頃を予定。 2016年6月に追加設定した V220D スポーツロングの標準ボディ仕様あたり同グレードと同じく AMG ラインを採用。また通常は優勝オプションとなっているメタリックペイントは一部を除いて無償で設定可能である。2018年2月2日に新グレードとして V220D マルコポーロホライズンを 追加発表当日より注文受付開始、廃車は同年7月頃を予定。2名まで使用可能なベッドやリーディングライトを備えたポップアップルーフが追加装備され、3列目シートにフルフラット機構を全席、運転席、助手席に回転機構をそれぞれ追加。レーダーセーフティパッケージは標準装備される。日本での価格は 標準価格で846万円、税込み。同年11月5日に限定車 V260 ロングが発表された発表当日より注文受付開始、廃車は2019年1月頃を予定。エンジンに3台目では初となるガソリンエンジンとして2.0リットルの直噴ガソリンターボエンジン M274 型を搭載したほか グレーペイント18インチのスポークアルミホイール、センターコンソールアンダーボックス、ドリンクホルダー、カバー付け、レーダーセーフティパッケージを特別装備した。ボディカラーはオブディシアンブラックとロッククリスタルホワイトの2色で各色125台ずつ、250台の限定販売となる。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。